社会とのつながりが断たれた社会的フレイルを防ぐために欠かせないキーワードが教養と教育。どういう意味なんでしょうか。今回も東北大学大学院辻一郎先生に教えていただきました。教養というのは教養があるということです。人と会ったり電話をしたり何かしら用事や予定を作るようにしましょう。また教育というのは今日行くところがあるということです。近所で構いませんのでお買い物やお散歩などを毎日心がけてみてください。なるほど、今日用があると今日行くところがあるなんですね。でも先生、どちらも思いつかない場合はどうしたらいいでしょうか。県内にはお茶飲みや体操、趣味の活動などを行う通いの場がある自治体も多いです。それぞれの自治体に相談してみてください。皆さん本当に楽しそうに体操していますね。ご家族の方、地域の方もぜひ教養と教育を応援してあげてください。今日まで15回にわたってフレイル予防のポイントをお伝えしました。毎日の生活に無理のない範囲で少しずつ取り入れてフレイル予防してみてくださいね。